今日は鹿児島県鹿児島出水市のあの麓のという場所にあります、武器屋敷郡に来ていまして、こういうところですね。旧車で観光もできるようです。の武器屋敷はですね、5月に日本遺産にも指定をされたというところであるようでして、まあ実は鹿児島県鹿児島にはのお城があるんですけど、鹿児島のお城には天守閣がないんです。人をもって城をなすというふうに言われたようなところもありまして、麓とは、まあ、山城と、まあ、その、麓に広がる、まあ、武器屋敷群全体を指して、ことから、まあ、そういう呼び名がついたということのようです。江戸時代になりますと、まあ、一国一城令というのが出されまして、一つの藩には一つのお城しか作れないということになったということの経緯もあったようですね。それによりまして、薩摩藩では独自にも都城、外の城というんですけど、その都城制度というのを作り、まあ藩全体を守っていったということです。その中でもこの、伊豆民の麓という地区の武器屋敷はですね、肥後藩との国境に位置しているということで、軍事的にも最も重要な場所に位置していたということで、薩摩藩でも最大の都庁だったということです。現存する武器屋敷はほぼそのまま当時の面影を残しているということですね。で、全体の広さも東京ドームの9個分もある広さということのようです。
石垣も非常に綺麗ですね。実はこの武家屋敷群は大河ドラマ NHK で放映されました大河ドラマ篤姫の、撮影の場所にも使われたということのようです。には諏訪神社というのが見えてきました。歴史が古い神社ということですね。Thank you.
鹿児島を好きな方とか歴史がお好きな方は一度訪れてみないではいかがでしょうか。ありがとうございました。